塩酸タムスロシンは、尿路結石や前立腺肥大症に伴う、排尿障害の治療を目的に用いられる、医薬品であり、交換神経アルファ受容体遮断薬の一つである。化学式、C20H28N2O5SHCL。有点、摂氏230度タムスロシンは、アルファ1アンペア受容体に対して比較的、選択的に働く。 疎外薬であり、前立腺肥大症における排尿障害の治療に用いられる。前立腺は男性特有の臓器で、中年以降の男性はこの前立腺が肥大化することがある。その結果、排尿障害、残尿感、貧尿などといった症状が出てくるため、著しく QOL が低下する。人の前立腺にはァ1アンペア受容体が多く発現しており、 肥大化した前立腺の筋肉や尿道に作用して尿道を広げることにより排尿障害を改善するのがタムスロシンである。そのアルファ受容体阻害作用は同じくアルファ受容体遮断薬であるプラゾシニア、フェントラミンよりも強い。近年海外のガイドラインに準じて排斥を促すためにアルファ1遮断剤が尿路血石における排尿障害の治療に使用される。 例も増えてきている1日に400メートル CG の服用が推奨されている。前立腺肥大症に伴う、肺尿障害尿路血石に伴う、肺尿障害知見での副作用発現率は2.72%で、主な内訳は、めまい、ふらつき、悪心、嘔吐であった。重大な副作用は、失神、意識喪失、肝機能障害、横断である。 ありがとうございます。